ビートルズに影響を受けたアーティストの作品を聞くことで何がビートルズ的なるものかこれが把握できるというこういう試みをこのところやっているわけですけれども今日はですねその中のポール・マッカートニーの遺伝子が濃いそういうアーティストをご紹介します69年から73年まで活躍したエミット・ローズという方がですねまあポール・マッカートニーの遺伝子といえば もう横綱格というかすごい有名一部で有名なんですけれどもこの「エミット・ローズ」まあいろいろあるんですけれどもまあ一言で言えばですね、まあ、70年代初期から中期のまだ微妙にビートルズの香りも残ってる時期のポールの作品でもビートルズよりもさらに進化して70年代仕様のポール・マッカートニー世界なんですよ。 70年代ねジョンのソロも出てポールのソロも出てジョージリンゴのソロも出てみんなチャートを賑わわしててですねファンはみんなあそれぞれもしビートルズがまだいたらこれらが全部合わさったサウンドなのかなとかいろいろと思ったりとかですねまあビートルズ大好きな若手の外国のミュージシャンがビートルズが解散して 唯一良かったことは、年に一枚だけだったビートルズのアルバムが。年に四枚聴けるって、ソロがそれぞれ出るから四枚 <laughs>。っていうようなことを。発言を残した。アーティストもいましたよ。そういう時代ですよね。まあ、エミットローズが六十九年から七十三年の活動期。ということで、もうポールマッカートニー好きの。 洋楽聴いてる女子はですねビートルズ解散後エミット・ローズの国内版の LP とかも出たんですけれどもそういういのままで聞いてててたりしてる例も知ってますよそのぐらいにポールっぽいとかポール的なるものが好きで聴いてるファンもいたんですよねエミット・ローズ。さあここで話はそれてつな、まあ、がるんですけど結局1985年ずっと時は流れて。 ゴールデンウィークだか夏休みだかにインドネシアのプラウスリブっていう島に旅行に行ったんですねでそれがコテージ形式でそれぞれバンガローがあって食事の時は食堂で食べるそういう感じなんですよ食堂も桟橋がずっとあってこう海の上にあるんですけれどもその食堂でかかっていたインドネシア語のポップスがですね あまりにウィングスのポール・マッカートニー的なだからインドネシアの杉正道さんっていう感じのイメージだったんですようわーすごいインドネシアの杉正道さん現るとこれはポールのまあウィングスになってからの70年代中期くらいまでのあのサウンド やっててるなと一気に魅了されてですねもうそこのスタッフの人にですねインドネシアの「これなんて曲で誰なんですか?」とでもうこの紙に書いてくださいともう書いてもらってこれをもうインドネシア当時はもうそのカセットテープ屋さんなんですよ。CD はまだなくてレコード店もなくてそういう東南アジアの国とかインドとかネパールとか全部カセットテープなんですよね。 でカセットテープでもう手に入れて新品の買って帰ってずっと愛中してましたよ最近はついにその CD にまでなったのまで手に入れてですねうんで YouTube なんか見ると最近の女の子がカバーしたような PV もあったりとか結構スタンダードナンバー化して。 若い世代にもカバーされたりしてるんだなってやっぱ名曲だなと思いますね。これがクリッシーというアーティストのアクティンタディアっていう愛ラブハーっていう意味なんですけどインドネシア語でアクティンタアクティンタディアっていうここがですねもう本当にこううんウィングス全盛期っていう感じのポール遺伝子が濃厚なんですよね。 というようよなことでこの「アクティンタリ・タディア」をこれを日本で紹介したっていうのはこのラジオビートルズ大学およびこの YouTube が初めてじゃないですかね分かんないですけど根拠のない確信みたいのがありますけれどもビートルズ大学8月のマンスリーテーマですけれどもこれね 8月といえば毎年夏に646566年とビートルズはカナダを含む北米ツアーもうアメリカ全土を回ってカナダも回ってもう大混乱というかもうビートルズ本物が見れるんだっていうましてやインターネット時代ではないビデオもない当時ビートルズを見るって言ったら 何ヶ月遅れの写真が雑誌で載るそれだけだったんですよそれで64年の夏に第1作の映画「アハードデイズナイト」が吹き切られて動くビートルズが見られるうわーっと感動したその勢いでその映画公開直後に全米ツアーやったんですよねもう本当に生でそれぞれのとこの大会場でビートルズが来たってもう狂乱の渦でしたよ。 その64年そして65年はもうついに初日のニューヨークから野球場ロック史上初の野球場コンサートですよもう行くとこ行くとこ全部野球場クラスでもうだから64年よりも広いキャパでそれでも全部ソールドアウトとで66年になってもちろん野球場コンサートで これがね直前にそのジョンのキリスト発言みたいなのがあってですねいろいろ妨害にもあったり脅迫にもあったりしながらそれでももうどこのプロモーターもキャンセルをエプスタインに申し出たところは一件もなかったんですよねで66年アメリカ全土を回って3年目のこれがビートルズの人前でのコンサートの最後になったんですよね。 だから64、65、66のこの全米コンサートは抑えるべきものなのでこの辺りの考察をしようかなと思っておりますビートルズ大学の申し込み方法はこれも下の文字情報のところを見ていただければと思いますこの動画面白かったなと思ってくださった方はチャンネル登録アラートいいねとりあえず全部クリックしていただければ幸いですではまた